はい、こんばんは。今日は、ブログではなくて雑談ということで、配信をいたします。ご清聴いただきどうもありがとうございます。またいつものようにですね、YouTube にも高解像度版ということでアップいたしますので、まあ、そちらもご覧いただければと思います。で、今日はまずはじめに、ブログの解説をしてですね、それでまあ雑談ということで、まあ、1時間ぐらいで終わろうかなと、そのように思っています。まず最初にですね、これ結構前回のこのツイキャスやってる時に動画を紹介していただいてですね、であまりに面白かったので、まあ、2回に分けて紹介したんですけど、はい。じゃあありがとうございます。池田さんですかね。MSP さん、こんばんは。環境者のね、専門者会議で、このね、この庭委員っていうのは、70いくつのはずなんですけどね、結構まだ血気盛んでですね、やじられるとね、本気で怒ったということでね、結構おかしかったんですね、私。ちょっとまた紹介しましょう。WHO もアンスケアも一応その当然濃いところはきっちりと計算でやってるわけですね。だから彼らが示しているレンジっていうのはここからここですよというのが大体その平均のレンジがこの辺りですよ。それプラス外れ値が当然あって当然だ。遠くに行けば行くほど低くなる。まあ、これは普通の人間の考える常識なので、それであとそれの上に高いところがあるということは、これ可能性ある。そういう意味で言えばその外れ値があってもいいと。そのね、うるさいから黙れよお前。ちゃんとまとまり論しろよ。やってんじゃないか。じゃああなたは説明しろよ。よろしくお願いします。説明しなさいよあんた。ここへ出てきて、ここね、出てきゃ面白かったのね。出てこいって言って。ホットスポットはだから一般的な話してるんじゃないですか。何言ってんですか。トップの高いのがあるということは認めてんだ最初から。アンスケアだって言ってるでしょ。上下10倍違うんだから。傍聴席に向かってああいうヤジを飛ばしてる人委員がさ、委員がね、中に入ってきた発言していいって言ってんだから。委員の傍聴席立つろ。もう不可能、継続が困難になりましたので、盲目の人なんですね。休憩にいたします。いましたね、盲目の方ね。5分間ちょっと会場が静かになるまで休憩を入れたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まあでもね、庭さんはまだ可愛い方だと思うんです。委員が傍聴席からこちらに出てきて、この人が盲目の人今言ったんですから、発言要請はちゃんと受けるべきだ。発言要請もそうもないんだ。人が話してる時に後ろからうるさいこと言うなって言ってる。だから発言させろよ、ちゃんと。ちゃんと言ってればいいじゃないか、僕に。まあまあまあ。住民呼べ、住民を。そうだ、住民の声言ったんやから。どうかしてくれないよ、あいつら。大体専門家がヤジぐらいで動揺するんじゃないよ。何を言ってんだ。また動揺してるじゃん。何言ってんだよ。これ笑えますよね。やっぱね、盲目の人のがね、ヤジとしてものすごくうまいんです。それはあなたたちの判断で配信しない。この人の名前なんでしょうね。あなたたちの責任じゃない。名前知りたいです。会議を再開しますので、しましょう。次ヤジを飛ばされた場合は必ず対処していただきます。この人うまいです。向こうからのヤジもね、規制してね、気のないヤジ、公平にやってよ。この人うまいよね。あの委員は会議をやめるつもりであの発言してんのね。いや、ぶち壊そうとしてんじゃないの。だから壊そうとしてるの。予定の時間を過ぎましたので会議を再開させていただきます。放射線による健康影響、その対策について、一般論としての甲状腺がん検診をめぐる諸課題なんですけれども、検査に伴う不利益について、多くのプレゼンテーションもなされ、議論もされたことは確かです。結構まともなことは言ってるんですけれども、一般論を言うのであれば、一般論としてのその甲状腺がん検診の利益についてもやはり触れないと、これは不公平ではないかというふうに感じます。こいつね、このニタニタしてね、人を見下した笑い方、清水先生と。
県民の中にはこの人しっかりしてるんで検査をしてほしいっていう人も意見県に対してですね意見がかなりあるんだっていうことを理解していただきたいというふうに思います。それは検査をたくさんするから悪いものが見つかる症状のないものが見つかる。でも一つは症状が出てからでは遅い。補助線が一般論としてがん検診の利益というのはそのがんで亡くなることを防ぐということなんですけれども甲状腺がん超音波を使ってですね甲状腺がん検診する場合の利益というのは残念ながら認められていないと科学的根拠は全くないというのが現状だと思います。もともとね甲状腺がん自体が少ないですからね集団としての死亡率が下がるという証拠はありません。ここで一般論を言うのであれば早期発見によるメリットということも一言ぐらいは加えないとバランスが悪いのではないかというですから一般論として甲状腺がん検診といいますか口音波検査を甲状腺に対してやることについてのメリットは書けないです。ありません。検診にメリットがないというのは僕はちょっと賛成できません。というのは検診で例えば5ミリでも6ミリでも表面にあったりですねそれから神経に近いものがあったりこれは近々反対神経麻痺を起こします。何年か経ってからですねそれをやっぱり見つけてあげるのが検診ではないかというふうに思います。それではご意見をいただきました事務局で、引き続いて整理をしていただくようにということで結構瞬間湯沸かし器だったやっぱ盲目の人はうまいんだよね。うまいっていうかねすごいなと思いますね。やじり方はねやっぱ見えない分声が聞こえて全体が分かるんだろうと思うんですけどね。でねそこで出てきた祖父江智隆ですよこいつね阪大の医学部証拠がないだから証拠がない科学的根拠がなければ事実として認めないと御用学者、非常に腹が立ったんですけどね。100ミリシーベルト以下では発がんリスクのデータがない、これも本当なんですけど、でも本当はねこれいっぺんにパッてやったやつで原爆のガンマ線だけの評価なので内部被曝入ってないのでねおかしいんですよ、だから発がんリスクがあるかないか判断できない。たとえあったとしてもごくわずかだ。だからこいつはね捕まらないようにうまく言ってるんですよ。これねうまいなと思ってね汚い野郎ですよね。だから裁判になってもねこいつはその私は時点で科学的根拠がないと言ったまでだけでね終わると思う。奇形はねひどいんですよこれ。奇形のねこういうのがある、遺伝的影響はハエ等の動物実験では発生か確認されていますが人では発生事例は確認されていません、こんなスライドまだ残ってる。残ってますね。ちょっとこれ別のリンクなのでちょっと紹介しておきましょう。こういうねスライド平気で作ってくるんですよね。これが科学ですから。被爆のね被爆の科学っていうのはハエとかね、虫ではあるけども犬にも起きるけど人間に起きないっていうのが被爆の科学ですから、原子力村はねどう言ってたか。自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて科学的には因果関係が証明されていないからその被害は原発の放射能が原因ではないと被害を切り捨てる。これがね、昔からやってたことなんですね。でアメリカの核実験の時もね同じことがあってものすごく被爆させられてるんですよ。と思うぐらいのね被爆してる。そう昆虫を変態する時に影響を受けやすいのでのもあって発言が昆虫もそうなんですけど昆虫はさなぎの時にね形変わりますからね。人間は変わりませんけど大きくなるだけですけどね起きやすい。さらに起きやすいのはねやっぱ植物なんです。植物というのは、動物はその大きさがちっちゃいからね細胞分裂でも数が限られてるんですけど植物はもうものすごく成長するので一番起きやすいと思うんです私。で、植物を見てればねその土壌がどうのこうのでベクレルがどうたらこうたらって言うんじゃなくてねここはやっぱ汚染されてるなと思うんですよ。で熊本もね
やっぱり残念ながら汚染ある程度はされていてですね、で最近でこそようやくまともになってきたんですけど、虫もほとんど鳴かなかったしですね、2011年12年は去年一昨年去年ぐらいからちょっと鳴き出して、今年はかなり鳴いてたんですよ。だね、そんなので見ればいいって。私実家宮崎なんですけど、宮崎はね今年もね、あ、秋の虫がほとんど鳴いてないっていうんですよね。で宮崎はかなり離れてはいるんですけど、実は福島と離れてると言っても海で離れてるだけなのでね、海で千何百キロ離れたっていうのはあんまり離れてるうちに入らないのは、ロンゲラップ島とかね、ビキニ諸島の被爆を見れば明らかなのでね、結構やられてるんじゃないかなと、まあ、ちょっと心配をしてるんですね、福島宮崎はね。人は遺伝子を壊されると流然してしまう、流然してしまうし、まあ、あとはがんになったりしますね。で中西純子、この女の人ね、この人もよく出てきますからね、気をつけないと。で祖父江を引っ張り出してね、でね、これ後でちょっとブログにしようと思ってたんですけど、甲状腺がんでエコーの検診をするということは、余計なものを見つけてその国のがんに一位をしてしまうぐらいの影響力があると。これは韓国のことなんですね。で、まあこれはだから検診させないようにする、そういう第一の砦なんですよ、ね、多重防護ですから。第一の砦は検診は必要ないって言うんですよ。で検診を受けさせないようにする。第三の砦は何かって言ったら、見つかってもどうせならどうにもならんよっていうのがこの近藤誠なんですよ、ね、ご飯をほっとろかせばいいと。近藤誠も同じことをもう25年ぐらい前に言ってね、でもうそろそろもう決着ついたと私は思ってたんですけど、実はまた息を吹き返してきてるんですよ、この流れでね。で彼はその治療する必要がないって、がんの患者っていうのはやっぱり自分の都合の、自分にとって一番望んでることを言ってほしいわけですよ、どなたかにね。まあ人間誰でもそうなんですけど、末期がんになるとね、あるいは難病になると、あなたは治りますよとか、それは病気じゃありませんよっていうことを言われるとね、非常に安心してしまうわけですよ。でそういうことを言ってくれる人を見つけようとする。で実際それそういうことを言ってくれるとね、こう信者になってしまうわけでね。でそのちょっと始末に負えないというか、それで正しい人もいるわけでね、全員がその全員死ぬわけではないので、結局ね、いつまでたってもこうエセ科学みたいなのもなくならないと。でその中に真実がある程度含まれてるとですね、まあ人間も見分けがつかない。だからがんはね、あなた手術必要ですよってみんなから言われる。そしたらね、自分で手術必要ないって言ってくれる人を探そうとするわけで、人間の心理って。それでそういう人が実際にいたらですね、その人信じちゃうんですね、人間。今度の人ががんになってどうするか注目ですね。いや、まさしくね、東京に住まれてるから。で、この方、セカンドオピニオン外来っていうのをしててですね、でそれいくらだろうと思って調べたら、なんとね、30分3万2000円だったかな。まあ、そのぐらいの価値があるのかないのか分かりませんけどね。でそのぐらいでこう何でも持ってきてくださいということ で結論は決まっててね、それは手術する必要がないですよって言ってくれるわけですよ。で3万2000円でね、言ってくれ、自分の思ってることを全部言ってくれるなら、それは払う人もいるでしょう。だそういうことだと思うんですよ、私ね。でね、この祖父江に戻すとですね、結局阪大のね医学部を卒業した後にすぐね、成人病センターの調査部疫学科でしょ。だ医者のあれ全然してないんですよね、医者の臨床経験ゼロだと思うんだよ、私これ、ね、83年から94年疫学科に行って、86年から87年ジョン・ホプキンスに行って、情報室長とかでしょ、研究部長だからね、研究ばっかりして数字いじくってた人なのでね、その数字がどうかなんて、集団としてどうかとかね、そういうことだけ言うわけでね、その福島のお母さんたちのね悩みというか、子どもの悩みはね全然どうでもいいわけです、極論すれば。で甲状腺がんが増えるか増えないかだけが興味があってね、
だから非常にね冷たい。だ近藤誠も同じようなところはあるんですけどね。だそまだでこういう人こそね、あの都合のいいこと言うからね、どんどん出世するわけでね。ただ彼はねちょっと反感を買うかっこ、あの態度を取るのでそんな偉くなれないとは思うんですけどね。でも都合よく使われるでしょうね、うん。森のうさぎさん、小野先生こんばんは。今のところまだ寝ない予定な感じ。あの寝るときは黙って寝てください。今から寝ますので失礼しますっていうのはなしにしてくださいね。がん患者の気持ちと有機お越しさん、奥泉地に住む人の感情って似てますねと。放射線は影響ないって意見と。そうなんです。人間ねやっぱりねどうしようもなくなると、あの自分の思っ希望の意見にねすがりたくなるんです。まあそれは人間だと思うんですね。で最初に原発事故が起きた時もね、がん末期の患者と同じだっていうことをカッパした先生がおられましたけど、まあ同じだと思うんですよ。でさっき出したね近藤誠だ、この3点がセットなわけなんですけど、今週のあの動画から思い出したね。でねこれ11月25日号出るかなね、近藤誠なんですけど、11月25日号ということは、11月のですね10日に発売された本なんですけど、俺近藤誠が出てたんです。だからあのああいうの見る前なんですけど、ね、近藤誠が出てきたよと。こいつあのがんは何もしなくていいって言ったやつじゃないかっていうことでね。私1990年代後半に医学部にいたんですけど、近藤誠がね熊谷医学部に来て講演されたんですよ。あら膨張、これ直したつもりが膨張になったまんまだね。ちょっと直させてください。こういうのねすぐやらないとあら膨張、これ直したつもりだったのに。おかしいですな膨張。これじゃあのスパイだよね膨張。直したよと思ったら直してなかったです。はい、すいませんね。膨張 したことがある。でこの人のねやっぱ来る前にもう当時もかなり話題になってたしね、あの話を出したばっかりで結構全国的に売れ出したばっかりでね。でどうですかこの人はって、あの確かね新聞部にちょっと名前はあれだったんですけど、佐谷先生っていう慶応出身、慶応じゃないな、神戸大学の医学部出身で今慶応かなんかにおられるねがんの、まあ、基礎の先生ですけど、もともと本人は脳神経外科やってた先生で、まあ熱いお医者さんなんですけど、どうなんですかって聞いたらね、確かに正しいこともあると。だから全何が何でもね、手術っていうのは間違っとると。でこの時ね逸見正隆、ね、がもう48歳だったんですけどね、私より若い時にがんになって手術して、でどう見ても末期なのにね全部取りましたとかって言って復帰されたんですよ。あれはおかしかろうとみんな思ったら、やっぱりねその後亡くなられたわけなんですけどね。だからねそういう正しいところもあるけど、でも間違ってるところの害になるところが非常に多いということをね言ってたのを覚えてました。藁をもつかむは高くつく、そうなんです。特にね難病患者ね、例えばシェーグレン症候群とか大学病院にかかってる人もですね、この水を使うと、水を作る機械を使うとね治りますって言ってね 4,50 万のやつね売りつけられてる人結構見るんですよ。やばかな、恐ろしいなと思う、ね、リンパ節におできはできやすいのに、リンパの流れが悪いだけかしら。さあ私もできやすいのでねちょっと困ってるんですけどね。で結局ねこの人の意見を聞いたらね、がんの勉強しても意味ないぞと、ほっとけやみたいな感じなわけですよ。ちょっとおかしいんじゃないかと思うわけですけどね。そういえばこのコメントの中に、がんは治療しないでいいって言ったらお前おまんまの食い上げだろうと言ってたんですけど、大半の医者はですねがんはね見てないんですよ。専門一部の専門医とかね、まあ、私も何人かの患者さんがん持ってる人も見てますけど、がんをメインに持ってるのはやっぱり外科とかね大病院じゃないともう打てませんので、急変したりするのでね。だからがんになった時点でね実はもう私の手を離れるんですよ。だからがんの患者はねできれば出てほしくないっていうのが正直なところなんですけどね、私からすると。
一般内科医は全員そうだと思うんですね。でね、まあこれ、まあ、書きましたけど、本当に手の施しようがなくなった患者さんもいるわけですよ、がんを放置しててね。でそういう患者さんが来るとね、じゃあもう僕のとこじゃどうしようもないから別のとこ行ってみたらね、冷たいこと平気でやると言われてたんですよ。やっぱそれはいかんだろうと。手が施しようがなくなった人もね、見ていかんと。それはだってがんもどき理論でごまかされたわけですから、そう責任持たないかんのじゃないかと思うけど、それはしないとだね。でしかもね、なんか非常に不遜な感じを受けてね、本人あったんですけど、まあ、この写真の通りの感じで優しさは感じられないんですよね。優しさを感じられない人はダメだと。見た感じね、なんか怒るばかり怒ってるとかね、なんとかこう非難するとかね、そういうような人にね、やっぱダメだなと。そういえばこの時分かってたのにもうつい忘れてたんですけど、ね、優しいと思わないとダメんじゃないかなと。特に医者はそうだと思うんですね。お前優しいかつては妻に散々お前優しい、あんた優しくないからダメって言われてるんですけど、まあ、それでもねやっぱり思うんですよね。私の時は国大病院で適切性か細胞調べないとがんかどうかわからないとけど、どうすると問いかけられる、自分で取る判断と。そう、最近はね、肺がんもね調べずに取ることもあるみたいですね。治る可能性があるのかとまでプルトニウム注射すら結果し、まあそれやられましてね、プルトニウムファイルでアメリカのね、あの黒人男性とかプルトニウムを筋肉注射されてたわけです。でね、これちょっとびっくりしたんですけど、僕は23年以上にわたって150人以上の早期がんや進行がんの患者さんと寄り添い経過を点々観察してきましたと書いてあるんですけど、いや23年で150人ってめっちゃ少ないですよねと思いますよ。23人で150人しか見なくてね、飯が食えるんだったらこんな嬉しいことはないと思うんですけど、大体普通の、ね、大学病院の患者、あのお医者さんって言ったら、まあ、自分の外来病1日20人、ね、週に1回20人見るとしてですよ、それだけで80人でしょ1ヶ月でね。でそれ、まあ、せめて1ヶ月ぐらいのタームで見ていくでしょうから、そうするとね1000人以上なるはずなんですよ。23年以上やってたらね、23年で150人って年間7人しか見てないってことだからね。いや定点観察としてもですよ、150枚のレセプトって言ったら普通内科医ではさすがに成り立たないですもんね、三ちゃん農業じゃないとね。まあね、これは人数が少なすぎるぞと、ちょっと待てよと、まあ、医者の立場からするとね思うわけですよ。やっぱりここは1000人以上であれば、少なくとも500人以上ではないと思うし、ゼロ期のがんということになったらアフラックが保険がないと言い出したけど、ドクターが診断書書いてくれたら保険出ました。まあ医者はね、医者は嘘はかけませんけど、裁量はありますのでね、やってくれると思いますよ。おかしいと、これはね非常におかしいと。でね、今回ここにこうおすすめで、まあ私の本、これ最近ね1週間ぐらい1冊も売れてなくて、どんどん順位が20万円に落ちたんです。この封印された広島長崎、これも面白くてね、原子力その隠蔽された真実、これもね私最初に見て目から鱗が出た本の一つなんですね。悪魔の宝飾ね、あとねこの RD1008 めっちゃ9万7000もする線量計なんですけど、これ感度いいんですよ実は、ものすごく。でおすすめでね、炭酸電池1本でね、まあ1ヶ月ぐらい持つという素晴らしいいい、外貨カウンターなんですけど、でしかも後ろにはね あれがついてるんです、まん丸いね、パン型の検出器っていうか、だからベータ線もねバッチリやられてね、高いんですけどね。ただねこれ一番2012年ぐらい3万円以下でね出てたんですよ。これ非常に安かった、安くてねいい機械だったんですけど、もう今9万7000円になっちゃったんですけど、だから外貨カウンターもねまたちょっと下がってきたのでね、ちょろちょろと最近、ね、紹介してるんですけど、まあこれは私今2代目でですね、
1台目3万いくらで買ったらあんまり安かったので結構乱暴に使ってたらですね、後ろの方のパンケーキのパンのとこバリッと破っちゃって、使い物にならなくなってですね、2台目を買ったらもうこれがまた10どこも10万ぐらいしたので、eBay かなんかで安かったのでそれで買ったんですよね、5万ぐらいでね、どうしても欲しくなって、これは一応おすすめですけど高いですけどね。ということで今週のやつは終わりと、30分ですか。あとまあ、選挙のことを言いますとね、熊本はね非常に変わっていて、まあ、これぞ保守王国熊本だと思うんですけど、民主党がね熊本選挙5区ぐらいあるんですけど一人も立候補ゼロなんですよ。で立候補ゼロでね、私は2区、熊本2区のとこ住んでるんですけど、熊本2区はね野田武志、まあ、知る人ぞ知る自民党税調のね、トップなんですけど、大蔵官僚のね、ものすごくね、私一度だけなんかのパーティーの時見たんですけど、これほど威張ってる人間はおらんぞっていうぐらいね、こう後ろに、ふんぞり返って倒れるんじゃないかぐらいね、こう威張りくさしてね、歩いてる人なんですよね。でその相手がなんか、共産党だからね、共産党はさすがに野田武志を落とす力はないでしょうけど、でもね、まあ私共産党入れようと思うんですけど、もう比例も共産しかないと思ってるんです。候補ゼロと共産が対立立ててる、そうなんです、共産立ててるだけなんですね。これはひどいなと思って、4区かなんか次世代の党の園田なんちゃらっていうのがね、立候補してるんですけど、これがまたね、まあ、みんな自民党なんですよ、熊本のね、もともと。園田もひどいんだよね、これ。あ、これだ。ちょっと見えないですけど、ちょっと拡大するとね、これはね、72歳で、もともと自民党なんですよ、現職は。で、なんだかんだ言って、あっちこっちフラフラしてね、今、次世代の党にいるわけなんですけど、もう本人はね、自民党に戻るつもりなんですよ。ただね、その、義理と人情の関係で、次世代で出るしかないっていう話になっててね、でも熊本県の自民党もね、もう了承してるので、ここはね、自民党が履行してないんですよ。園田とね、次世代の党とね、あれだけなんですよ、共産党だけかな、確か。でもこれも、だから次世代ね、2議席取るって言ってるのは、1議席はこの園田博之なんですね。でもう1議席はね、平沼じゃないかと私は思ってるんですけど、だ1議席は確実なんですよ。ただこの次世代の園田は、当選したら自民党に行くっていうことになってるんですよ。でね、一区が、バスへのホストと称された松野頼久と、あと自民党の現職が立候補してるんですけど、でこの自民党のね、維新のね、松野頼久っていうのは、実は、親父が自民党の重鎮でですね、だから結局自民の争いなんですよ。で自民のね現職は自民党から推薦を得てないっていうわけわからないね状況なんですね。ちょっと待てよと、もう熊本ひどいと思ったけどね、もっとひどいぞと思うんですけど、熊本選挙区はね、だから結局自民とね共産しか出てない基本的に言うと話にならないんだね。だから福島はねひどいひどいって言ってたけど、自分の住んでた県がもっとひどかったということに気づいてですね、愕然としてですね、そうなんです、ひどいんですよ。沖縄に期待しようなんて思ってるんですね。ぜひね、こんな話にならないところでね、今日のちょっとツイートしたんですけど、熊本はね、肥後銀行っていうとんでもない銀行がですね、牛耳ってて、その、これからね、一番最後で、
交通 IC カード導入パスにね導入する予定なんですけど、それでね、なんとこの後に及んでですよ、交通系カードで結構ね JR とかなんとか全部共通化して、しかも市電とかも全部共通化してるのに、熊本は独自カード作るっちゅう話になってしまってですね、来年か再来年に、バスだけ独自カードを使おうという話になってるんですよ。で肥後銀行はね、ここ頭取がおるんですけど、これ鹿児島ってね、くっつくと、まあ、鹿児島とくっつくのは別にいいんですけど、でね、これインタビューを受けてるんですけど、なんて答えてるかって言ったらね、合理化しないと、だから支店は減らさないと、役員人事も決まってないと、頭取もどうなるかわからんと、何も決まってなくてね、銀行統合するって言い出してるんですよ。でさすがにね、熊日の記者もね呆れてですね、いやそれでいいんですかみたいなことを聞いたらね、いやこれから話し合えば大丈夫みたいな話をしてるんで、あこれだね、ちょっと待ってね、ちょっと拡大しましょう。ね、同行の融和に心配はありませんかと。もうね、このね、肥後銀行はもう熊本経済界の癌でですね、あと熊本肥後銀行とあと宮殿がね力を持っててですね、でそこでほとんど決まっちゃうんだよ、どうもね。もうね、いやひどいぞと。もうちょっとね、熊本市長の大西先生、大西さんがね結構独自路線を今やってるんで、ちょっと応援はしてるんですけども、なかなかね、この細川森弘も熊本出身でしたけど、独特のね、あら雨降ってません、独特のですね、あれがあってね、もうちょっとね参ったぞと、これぞ田舎だと思うわけだ。熊瀬ですかね、よく知りませんけど、熊瀬は鹿児島かな。なんかねひどいんですよ、結構ひどいんだね。あ、これはもう有力者がね、黒って言ったらみんな黒ですって平気で言いそうなねところ。いやいいところなんですよ、いいところなんですけど、政治はねちょっとひどい、あまりにひどいかなと。でそれに抑えられちゃってるんですね。で熊本市長のどういうふうに決まったかっていうのが、ちょっとドキュメント風に熊日がね記事にしてたんですけど、それ見てもね、なんか有力者同士で決めてるんだね。なんかねちょっと待てよと、もう私なんか思ったわけなんですけど、まあ日本どこもそうなんでしょうけどね。細川佳代子さんも独特で苦労してた話してたら、苦労してましてね。で細川さんは偉いところはね、熊本にもうスパッと縁切っちゃってね、何もほとんど、まあ昔のつながりはあるんでしょうけど、事務所とかなんとかも残してないもんね。いやね、ちょっとおかしいぞと、まあ、思ったんですけど、まあ日本どこもおかしいんだよね、まあ、熊本に限らないと思うんですけど、まあ宮崎も多分同じような感じでしょうしね。ということでですね、まあこんなとこでしょうか。30分過ぎぐらいで終わるとですね、ちょうどいいかもしれませんね。自民が圧勝と聞いてええー、と思いましたが、国民の無関心だとこの天候どうしようもない。やっぱりあれですね、そう、憎まれっ子より、はばかると言いますからね。大体自民党はね、雪が降って大雪が嵐になればね願ってるわけですから、まあ、そんな政党はね長続きしないぞと。仮に今回ね300議席取ってもね、長続きせんですよ、この あれはね。ただね、やっぱ民主党もちょっと考えんとですね、野田ね、野田税金をね、今日は重たいです。野田のね、増税を決めてね、まあ、民主党全員がこう賛成しちゃってね、反対した小沢一郎とかが全部外に出ちゃったのでね、もう増税反対って言えないと思うんですけど、それでもね、やっぱちょっと
あのなんで負けたのかっていうのはやっぱり増税はいかんかったということをね、その病根をほじくり出さんとね、あと前原とかね、あの辺のとんでも民主党のやつとか、もう私民主党絶対入れんと思ったぐらい腹が立ってたわけですけど、だからね、やっぱその辺は反省しないとね、勝てんですよ、やっぱね。数合わせとね、維新と調整したってね、維新が民主党に入れるかって言ったら、支持層、維新の支持層は自民にかぶってるわけですからね、民主党に入れずに自民に入れるわと、まあそういうことだと。学区次第と、天気くらいこっちの味方してほしいと。いや、味方にならんように、この時期やってますからね。自民、民主、維新、次世代の4つは大差ありません。小沢に頑張ってください。ああ、もうなんかね、維新と次世代は自民をさらに右翼、ね、あの右翼の方にやったやつが次世代ですからね、維新も同じような感じで。でもその民主党の支持層っていうのはね、維新の支持層とは被らないと思うんだね、全然。増税分が社会保障に回らない。いや、そうじゃなくてですね、増税分が社会保障に回らないんじゃなくて、増税分を社会保障に回して、もともとあった社会保障の分をね、別のところに回すからね、とんでもないと思うんですよね。まあ 10% は厳しいでしょうね。 10% になったら何がどう変わるか分かりませんよね。あら、民主党に入れてきた。いや、民主党に入れてもいいと思いますよ、別にね。自民党に入れるよりはまだマシかなと。で、民主党反省してないもんね。ああ、反省したと、あの時なんで負けたかっていうのをね、ちゃんと総括したっていうのがあればまだね、いいですけど、全然反省してないもんな、これ。で、それはみんな見てるからね、なんだかんだ言ってもね。そうすると勝てんでしょうね。だから結局ずっと反対してたね、共産党が軍と伸ばすわけですよ。いや、当然だと思うんですよね、ポッポンさんも言ってた。ただね、もう自民党が300になったね、これで世の中終わったって投げるのはね、そのテレビゲーム世代の人間でですね、世の中その投げてリセットボタンを押せば元に戻るわけじゃなくて、ずっとダラダラ続いていくわけですからね。だからその時点でまた何するかを考えて、まあ、秘密保護法もね出てくるんですけど、だ次はだから民主党はね、あの増税し戻しますと、 8から5に戻しますと。で、その代わり、あの 3% 分の増税は、大体企業がね出ていくのは法人税なんか関係ないわけだからね。だからその辺を上げるというふうにするしかないと思うんですよ、私。安倍のままだと嫌だ、もう耐えられ。まあね、安倍のね首相動静を見てみるとね、もうちょっと60歳ではありえないぐらいあちこち動いてますから、まあそんな長くないです、さっきはね。円安はやばい、1ドル120円。ね、今はね、円安株高なって、債券高になってるから、まだマシなんですけど、これがね、ある程度越してくるとね、円安株や債券安の、ね、30区になってね、こうなったらもうちょっと終わりでしょうね、やっぱりね。終わると思いますね。で、いずれそうなる、債券安になる。今だって、債券の、ね、利回りがほとんど 0% に近いので、バンバン出せてますけど。このうちまあ 5%、10% になったらね、全部アップアップになってですね、しかもそういうふうに上がってくると、長期で借りてる人もね、金利がどんどん上がってきて、結局ね、今一番いいのは何かって言ったら、まあドルを持ってるっていうのはもちろんよくて、あるいは現物をね、金の現物もちょっと安くなってきたのでどうかとは思うけど、まあでも、金の現物を安い時に買うと。あとは、ドルのねキャッシュも偽札つかまされるかもしれませんけど、あとは借金しないね、借金を持たないというのは大事だと思うんですね、こういう時はね。で、借金でね身動き取れなくなるともうどうしようもないのでね、だできるだけ借金をしないということじゃないかと思いますね。世の中どうなるか分かんないからね。消去法でずっと共産党に入れてます。選挙の不正があっても秘密保護法があるから、ここは、いや、それは関係ないじゃん。今以上の圧政が行われると思うと、もう怖くてたまりです。マスコミもやっても何も言えなくなる。うん。まあね。それが、まあ、日本の選択なら仕方ないですよね。
甘さの小銭を持って、ハイパーインフレになったらね、もう大変なことになるけど、なるんでしょうね。なったらどうするんだろうな。私もどうしたらいいかという処方箋はないわけですけど、そうするとやっぱり自分でね、飯食えるようになってる人は強いですよね。 BBC もニューヨークタイムズも日本経済表でリセッションを利用していました。まあでも本当のね、厳しさ知らないもんね、やっぱり私も含めてね。ほんのね、何十年前にね、ドンパチやっても焼け野原になったのもうみんな忘れてますのでね。諦めないってどうすればいい。いや諦めない、いやもうなんか言い続けることでしょ、それは。あれですよ、くれない朝はないということでね、日本経済の国民をとどめを刺されると。まあそっからでしょ、そっからスタートですよね、やっぱりね。どうしたらいいかって、私もその海外にね、オフショアで財産隠せるほどの財産あればいいんですけど、そんな財産全然ないのでね、どうしたもんかと思うんですけど、まあなるようになると、開き直るしかないんじゃないでしょうかね。まあやっぱりね、ただね、その円安株安の他にですね、福島があるっていうことは忘れたらいかんと思うんですね。だから福島のね、汚染による経済の停滞というかね、人口の減少と、あとはあとまあ1年2年後に予想されるですね、大幅な人口減少と既経人の増加ですね、これはやっぱり日本人が背負わされてますのでね、それもかかってくるので、その何もない311前の日本でね、安倍がどうのこうのって言ってるのとまたちょっと話が違うと、全然違う、そういう前提があることをね、忘れたらいけないと思いますね。で、農村っていうか地方からね、都会に行くのは簡単なんですよ、あの仕事があるのでね。でも私なんかも思ったんですけど、東京はもう疲れたと。で地方に戻ろうと思うとね、地方は仕事がほとんどないですよね。でましてや東京でちょっと、まあ、それなりにね生活してると、それを落としてまで地方にっていうのも、うん、なかなか難しいのでね、だからどうしたもんかと思ってね、真剣に悩んでたことも私もあったわけなんですけどね。だからその地方に仕事を作るっていうのは非常に難しいね。東京に行って就職するのに比べてね、はるかに難しいことをね、ちょっと分かったからね。戦後の付けが、うん、全部回ってきた、まあ回ってきますわな、それは。日本経済の国民を届けました。安倍の時に問題処置させる、まあ安倍はねできないからね。やっぱり日本一番リセット、ね、一番リセット、このリセットっていうのはね、あれですよ、グレートリセットとかって維新が喜ぶ言葉でね、私非常に嫌いでね、やっぱ続いていくしかないと思うんですよね。ここをその沖縄はね、ある程度こう手本を示してくれるんじゃないかという、私そういう期待をしてるんですね。平和を愛する民ですかね、沖縄ね。だけどその武力に頼らずね、地道にそのめちゃくちゃな日本政府に対してずっと声を上げ続けると、あれやっぱりね、認め、本土もね、うちなんちゅう、ん?ヤマトンチュウですか。ヤマトンチュウもね、ちょっと見習えよと。俺らを見ろと。日本民族。まあ、日本、まあ、抗議の意味の日本民族なんでしょうけど、まあ、言葉も随分違うしね、考えも随分違うけど、まあ、やっぱり、ああいう真の強さっていうかね、それを見せて、変わっていくんじゃないですか。で、やっぱりその原子力の、まあ、安倍がね、その秘密法だとか TPP だっていうのは、まあ、よくはないけども、どうでも、まあね、経済がどの子のもいいんですけど、それはやっぱり一番問題ね、私から言わせると、やっぱ核の問題だと思うね。だからこの核の問題をね、幕引きしない限り、次の世代にバトンが渡せないのでね、だからそこになると思うんで、でそれになるにはやっぱり、ものすごい被害がね、残念ながら出てくるだろうと、私自身は考えてるわけですけどね。あら、これちょっとずれてますな。じゃあね、やっぱりリセットとかね、めちゃくちゃのご破産にしたらダメだと思うんです。次につながらないからね。やっぱり地道にちょっとずつ変えていくと。沖縄をね、参考にせざるを得ない。で沖縄の人諦めはね、もうね、やっぱり独立をアメリカから勝ち取ったことといいですね、
非常にすごいと思う。福島再生として農産物も、あらこれなんか大きいね、強制的に全国拡散、そうされるでしょうね、全国拡散されますけど、売れてないもんね。でも実際のとこはね、全国拡散って言ってるけど売れてないからね、無理やりね、本当に売れてたら宣伝しないですよ、ニュースにもならないもんね。でもニュースになるっていうことは売れてないっていうことなんだよ。だからそこはね、話題になってる限りは安心していいと私は逆に思うんですよね。これは福島のことがねどうのこうのって話題にならなくなったら本当にやばいと、そう思わんといかんと思うんですよ。だから発想の転換っていうかね、それは大事だと思うんですよ私はね。まあね、ぜひね、その子供が母親に怒られてるのちょっと聞いてました。まあね、だからああ もうそろそろ店じまいですね私今回。外食産業の全国拡散安倍が南相馬の魚、あそういえばね、あの皆さんご存知ないんでしょうけど、少ない人知ってる人少ないと思うんですけど、ね、このねピンタレストっていうのがあるんですよ。兵庫県の米屋が日本中に安いかも。このねピンタレストというのは非常にこれ私お気に入りですね最近、いろんなやつをねこうピンできるんですよ。ピンできるっていうのはね、その例えばねこうやってね写真をこうつけられるんでね、これ今のね安倍のやつで、これをねこう押すとね元記事にパッと行くんですよ。まあロイターなんですけどね。でこれをね例えばどんなんでもいいですけど、ヤフーをちょっと出してみましょうか。ヤフーね、ヤフーでね、ヤフーじゃなくて、まあこの菊池寛賞にまあこういう画面があった時にですね、私のやつはこのツールバーにこの P っていうね、ちょっと見えないかな。ピンタレストでやるとツールバーにこの P のやつが出るんですけど、この P のねやつをこう押すとですね、そこで使われてる画像がパッと出てくるんですよ。そしてこれを押すとですね、こういうふうに出てきてね、でまあこれは、その他タモリ口機関所設立所、まあ、こうやってピンってするとですね、ね、ピンしましたってでしょ。そしてね、そうピンタレストラン、私教えてもらったんですけど、でこれで今のその他っていうとこ押すとね、ほらね、パッと出てくる。で非常に軽くてですね、この私奇形動植物をもまとめるのがね大概大変でですね、どうしたもんかと、なんかいいやり方ないのかと思うと、これは使えると思ってね、ほらこうやるとね軽いんですよこれがね。でしかもコピーが残って、これをクリックするとね元のとこに行ったりしてね、非常にね非常に使い勝手がいいと。なのでぜひねこれ皆さんもそのマルフォーメーションって書いてますけど、奇形とかをね集めるネット上でこう出てきてね、それはエヴァノートとかなんとか入れても、エヴァノートもいろんなもん入れちゃうからね、すぐぐちゃぐちゃになっちゃうし写真が出なくなったりするんですけど、これはね非常に整理がしやすいと思ってね、私ちょっと感動してこれで集めようと思ってるわけですけど、ブラウザっていうかね、なんかまあ、ツイッターの中にどっかのねサーバーに入るんだと思うんですよこれね。あそうそう、あれはね ツールバーはブラウザに入れればいいんですけど、こうやってねワンクリックでね
できるので、ね、これはなかなかおすすめだなと。これ例えばね、こうやってほら、でこうやるとね、生地が残ってればほら生地がパッと出てくる。これはなかなかその人間画像で探すのは簡単だからね、いくら増えてもいいんじゃないかと思うんです。でこれね、例えばこういうのとかね、こういうマスクね、マスクでこう汚染されてたって、ああこれで、これをクリックするとですね、ほらね、こういうブログに簡単に飛ぶ、勝手にやってくれるわけなんですけど、まあね、ぜひおすすめなので、まあ皆さんね、ぜひ、試して自分のライブラリーを作っていただきたいと。でも整理しやすいんですよ。そう、探すの大変なんですよ。そう、ツイッターで見たのはそうなんですけど、ツイッターの中で探すっていうのはもうその奇形しかつぶやいてなければいいですけど、そうもいかんし、だいたいツイッターでつぶやいてね、例えばね、このねリンクのやつとかね、ツイッターでつぶやいてリツイートしてたら、もともとつぶやいてた人が削除してたりとかね、なんかね、で削除されてもこれ多分残るはずなので、非常にいいのとね、この隠し料とか言ってね、例えばこういう、まあよくありますよね、新聞でこういうふうに設置済みの遮蔽剤があって崩落があって、でこれをねピッと押すとここに出てきて、でこれでこうやるとね、ほらこれはね、なかなか、ああ初見です、これはね、もう私今日は1時間で終わるので、ピンタレストの紹介ですね。ピンタレスト、まあ、皆さんもね、ぜひこのピンタレスト、ピンとインタレストとその辺かけてると思うんですけど、これ東海アマさん、画像をね、サーバーに保存してると思うんですよ。これ東海アマさんがツイートしてたやつでね、内部なんだこれ、循環器疾患は 90% 近くねなりますよとかいう話とかね、あるいは私はこれ隠しでね、あとね、これすごいことにね、動画もね入れられるんですよ。ほら、アメリカ西部の町、ね、ソルトレイクシティ、ちょっとこの大変なんですけど、どれが目的とする動画っていうのは分からない。うん、これはものすごく便利なんですよ。あとほらこれね、皆さん見たことあると思うんですけど、こういうねものすごくインパクトのある地図も、もうどっかに埋もれてわからん、いいんですよこれ。ここはね、画像の保存にものすごくいいですよ。特にねあれで、ぜひ、マルフォーメーション危険を見つけたら私にですね言っていただけたら、またそれを私もお互いシェアできるみたいだからね。でこれ例えばほらこういうね、アメリカの今日、私のところに来られた方が、まあ、天文オタクというか天文が好きな人でですね、今度この次はね、どこだったっけ、スピッツベルゲンっていうところで来年の3月に皆既日食あるらしいんですよ、まあ、フィンランドかなんかあっちの方でね。で2015年なんですけど、で、ね、2017年はね、アイダホ、なんだったっけ、イエローストーンの国立公園のところで、皆既日食が見れるらしくてね、でそこに行きますよっていう話をして、で私このことを思い出してね、確かこの辺だから結構汚染されてますよ、ネバダの核実験場でっていう話をして、この地図を出そうと思ったんですけど、出てこないんですよね。私のブログの中にも入れてるんですよ。でこれはね、ブログの中からようやく見つけて、ここにピンタレスト入れるとですね、ね、こうやってパッとその該当記事が出てくるわけですよ。これはすごいなと。あ、これこんなのも入れておくといいですね。で非常にね、これ整理に使えますですよ。ちょっとね、これ画面が狭いのであんまりピンときませんけど、例えばこの幸運のやつとかね、私よく入れるんですけど、
でいつ撮ったやつかとかね、そんなのも全部残るんで、これはなかなかねおすすめなので、まあぜひその画像ね、ウェブ上の画像をこう整理したいと、あと動画ね、あら、うん、で私各資料とね、奇形とあとはその他ね、今度のね、給与8ヶ月連続増、実質的には16ヶ月マイナス、こういうインパクトのあるね、新聞記事とかこう、あとこれね、これもすごい、28歳で死んだあの歴史屋ネルボーザのね、拒食症の女性のポスターとかね。いや、アプリはいらなくてですね、これツールバー、アドインかな、アドインがありますので、ピンタレストのね、でそれをクリックしたらすぐねできますので、ね、いやこれはなかなか便利ですよ。まあ皆さんね、ぜひ使っていただいて私にシェアしていただければと思います。リンクがね勝手に入るところとね、閲覧性が非常に良くて、しかも軽いっていうのが私気に入ってるところですね。エバナとは重いんですよね。いいんですけど重いんですよ。まあということで、なんか取り留めのない話しましたが、ちょうど1時間になりましたので、本日はこれで終了させていただきます。なんか質問ありますかね。いいですかね。はい、じゃあどうもご清聴ありがとうございました。